アフマドアレーナは、ロシアのチェチェン共和国、グロズヌイにあるスタジアム。ロシアプレミアリーグに所属している FC、アフマド・グロズヌイが、ホームスタジアムとして使用している。2008年4月15日に建設が始まり3年の、工事を経て、完成をした。2011年5月11日、スタジアムの完成を祝って、コケラ落としが行われた。記念式典は2時間半行われ、 チェチェン共和国大統領のラムザン・カディロフは試合前にチェチェン共和国にこのスタジアムのような非常に現代的な建物が建設されたことを嬉しく思うと演説をした。カフカース地域からなるロシア選抜にはチェチェン共和国大統領のラムザン・カディロフ、アレクサンドル・フロポーニン、リナト・ダサイフラが連ねた。国際選抜はディエゴ・マラドーナ、ルイス・フィーゴ、フランコ・バレジ、 アレッサンドロ・コスタクルタ、ファビアン・バルテズ、ジャンピエール・パパン、アラン・ボ・ゴシアン、リバン・サ・モラーノ、エンツ・ォフランチェスコリ、ロベルト・アジャラといった往年の名選手が参加をした。試合は、カフカース地域からなるロシア選抜がこの2で勝利をし、5得点の、うちの3得点は、カディロフ大統領が挙げた。2011年5月20日、ロシアプレミアリーグ第10節の FC アンジマ8から、で、 初の公式戦が行われた。試合は、アフマトグロズヌイに所属をする、ブルガリア人、MF、ブラゴイゲオルギエフが45分に得点をし、1から0で、テレクグロズヌイが勝利をした。ありがとうございます。